妨害電電虫が手に入らず、俺の通信は完全に傍受されるから。物音3回で間接通信の合図出しただろ。ドラゴンさん、コブラ王暗殺の犯人は俺じゃない。俺はルルシアにはいなかった。でも心配だったんだよ。ごめんな。ってなんでそうなの？わ、モーリー、心配させないでよね。サボー本当におかえり。クマさんのことは聞いたよ。悪いな、お前たちの苦労を無限に。いかなる時もマリージョアに戻るプログラムが施されていたのかもしれん。いや、俺よりもっと辛いのは二人の方だ。サボ、話ナブルは隊長たちにも聞かせられないの？ああ、聞くことで命を危険にさらすかもしれねえから。何それ。今回のレベリーは波乱だった。聖地マリージョアで起きた本当のことを全部話すよ。